性は、まあ、そんなに強くはないんですけど、まあ、ちょっと緩めの癖があると思います。とダメージレベルは結構ライトレベル系だから何回も繰り返してますので、割と毛先の方なんかはダメージが強いのかと思います。それとニースの方なんですけど、まああんまり細かくなりすぎずに、まあ、緩めな感じでちょっと、まあ、癖ちょっと生かしたよりももうちょっとこうファールがあるぐらいのほんと緩めなウェーブを希望してるんですけど、ただその中でも、割とこう、まあ、セットが濡れたままでもあまりこうセットしなくても決まるようにやってもらいたいということでした。で、はい、がニーズですね。アプローチポイントとしては、小出さんの方とお話の中でもあったんですけど、結構そのお仕事上こう濡れた状態、髪の毛を乾かさない状態で、現場医療とかがかかるみたいなので、本当に自然乾燥であったりとか、その手を加えなくてもある程度乾燥が出るように、まあ、緩めの中にも、まあ、しっかりとした、リッチ感というのを出してあげて、本当に手ぐしじゃないですね、自然乾燥でも決まるようというのがアプローチポイントにしたいと思います。で、施術工程としては、ちょっとまだ決めかねてない部分があるんですけど、まあ、毛先がかなりのダメージで、まあ、スタイル的にもそんなに毛先のリーチ感というのは必要としてませんので、システミン系でいこうかなと思ったんですけど、濡れたままでもある程度こう、そのしっかりとした時間っていうのを積もっていうような感じでしたので、まあ、ちょっと塩系なエクザイルも使いながら、割とロットは狙いよりも少し細かめにしていこうかな、17、15とかその辺も少し混ぜてやっていきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。はい、はい、17、そうですね、17、14、15、20ちょいプラス、20ちょいプラス、ちょいプラスね。はい、ありがとうございます。多分一番最後まで話し合ったチームはさすがにニーズとアプローチポイントのところが聞き入れないぐらい、しっかりイメージを組み立てられたんだなと思いました。はい、ありがとうございます。チェックです。はい、お願いします。システミンを今回用意してないんですけど、お薬はどうしますか。システム、はい。で、まあ、いろいろそのポイントの部分たくさん書いていただいたので、むしろそこ結構ボリュームゾーンだと思うんですね。するしない、例えば技術をこうするああしてるっていうのはお客様にとって安心感を得るための多分まあプロローグですか、出だしだと思うんですね。なんですけども、お客様がその欲しい部分って何かイメージだと思うので、この部分のボリュームをすごいつけてあげてることはすごい素晴らしいなと思うんですよ。いろいろこう想像するじゃないですか。それ多分ワクワクにつながってきますよね、女性としては。そうですよね。で、彼女その目も強いし、目鼻立ちしっかりするし、まあ、パーツがすごいしっかりするんですよ。で、髪はすごく柔らかい。で、レングスが結構微妙な長さなので、コントロールがすごく難しいなと思うんです。でも長すぎても若干難しいとは思うんですけれども、一番重要なのは彼女のいいところすごく分かるじゃないですか。例えばこうフェイスラインの感じだとかもいいと思うので、マイナスが出やすいのは逆言えばちょっとこう三角形なんですね、こう骨格が。なので鉢植えが張りやすいんです。
ボリューム出やすいんですよ。ただ髪が細いのでボリューム出ることはないんですけれども、この綺麗なラインとかが多分あのこのぐらいの角度から見たときのラインですか、ね、多分すごく美しいと思うので、それが綺麗に出るようにしてあげないと、多分開いたままの A ラインだ と、 ちょっと若干こううまく短いので、長くなってくるとこっちに戻ってくるんですけど、今の状態だとちょっとそこが難しいかなと思ったんですね。正直なので、まあ、ボリュームのコントロールとそのフェースライン処理で、柔らかい髪質なので多分そのふわっと多分仕上がっていくんだと思うんですけども、でも必ず強い部分も持ってるんですよ。彼女グループで言うとウィンターっていうグループに多分入ると思うので、一番こうおしゃれでかっこいいグループだと思うんですね。そのところがどっかにこう見えてこないとちょっともったいないかなと思うので、その辺ちょっと注意してやっていただけるとすごくいいと思います。はい。